えー、安倍晋三首相がですね、まあ、銃撃されてお亡くなりになって、まあ、国葬にするというふうな話が出てきたんですけども、まあ、あのこの問題の背景にやっぱりあるのが統一教会なんですけどちょっとですね今回はあまりにも早く決まっているこの国葬の問題とか、まあ、統一教会に関してですね不可解な点が何個かあるので安富さんとちょっと話をしていきたいなというふうに思っております安富さんよろししくお願いします。 はい、まずですね、えー、っと統一教会っていうのがですね本当にメディアにずっと隠れていたけども、まあうん、知らない間にず侵食してたんだね、日本を。それにまず、うん、あの驚きというか、ですすね驚愕をあのするんだなはいはいはい。 なんか正直、私が二十歳、高校生とかの頃は統一、うん、教会、統一教会、統一教会ってすごく問題視されてたんだけども、うん、なんか、知らない間に出なくなったじゃないですか。そそうそうか、うん、かった、ねうん、キモかったたねで、なくなったんかな、まあ、あんな肝も誰もはまらへんやろっていうふうに思ってたら、えー、こともあろうに安倍晋三元首相がですね、えー、広告塔になっていてで、それで水面下ではずっと問題になっていた。 っていうことなんですけども、あのー、まずですね、安倍晋三の国葬に関してですね、皆さんどう思われますか、えー、賛成ですか反対ですかアンケート取るのそれでもいいかもしれないですね。ぜひキャット欄に書いてほしいなと。コメント欄に書いてほしいなと思うんですよ。おいでですよ。で、じゃあ次にちょっと私聞いてみたいんですよ。はい。自民党支持ではなくて、 野党を支持してる人、どれぐらいいますか野党。で、そして野党で、まあ、令和を支持してるっていう人もいるかもしれないけども、今回は聞いてみたいのが、うん、立憲民主党に対して、ね、あの自民党と立憲民主党、どっちの方がいいイメージですかっていう話をしたときにですね、うちの番組だと、立憲民主党を支持してる人、多いと思うんですよね。はい、ですか。 立憲民主党泉代表、なんと今回の国葬にですね、うんえー、国葬についてはその性質から厳粛に行うものであり、元総理のご冥福を祈りつつ、静かに見守りたいとの談話を発表した。談話では改めて安倍元総理に深く哀悼の哀悼の 生を捧げるとともにこの教皇を強く非難し我が国の民主主義と社会の安全を守ることをお約束するあれあれ国葬賛成なでなぜちょっとこれはびっくり意味わかんないね意味わかんない、うん、でお金だからやっぱりやっと 与党化したいんやろ、ね、与党化したいっていうのもあると思うんですけど多分私ですね立憲民主党の泉健太さんのツイートをずっと遡ったんですよはい統一教会けしからんなんてことだというコメントはですねゼロああ<ー>ゼロ統一教会なんかなえもしかしてやり <laughs> 自民党だけじゃなくって たお前もかえいやありうるけどね<ー>あれはあの6人ね統一教会関係の方が立憲民主党にも6人おられるらしいんですけどこれはあのー、えー、っとねやや日刊カルト新聞っていうところの人が挙げていたんだけどもえー、安倍晋三氏と、えー、今回の事件ね 安倍晋三の今回の事件と統一教会との関係で、えーまあ、この票を、ね、作ったと。で、いろいろかなりチェック作業を進めた結果ですね。えー、自民党には98人、立憲民主党には6人、えー、維新には5人、国民民主には2人、賛成党には1人というふうに書いてて,てい、賛成党って1人しか議員いなかった100% 100%やないかいやっていう。うんえ じゃあなんなんなん賛成とまあまあ置いといてあーのーこれじゃあえもしかして立憲民主党も含めて仲良く統一教会なのじゃないのえっ日本は知らない間にそんなことになっていたんですか、うん ちょっと怖い怖いんやけどこれどういうことやねんマジ意味わからへんねんけど、うんまあ、ちなみにこの藤倉さんっていうのはですねなかなか根性入っている人でですね、あのー、幸福の科学に取材を行ったらですねあの、えー、建造物侵入の罪に問われてですね有罪判決を受けるというですねえな <laughs> なかなか ななあ,、ね、<laughs> ああのああもうあーふざけんなお前入れろって取材させろすごいね。来て逮捕されるぐらいじゃないと、そんなカルトの取材とかできんやろっていうふうに思いますけど。いや、よくやっ、すげえなっていうふうにやう僕思ってすごいよ、ね。 まあまあまあ、というわけで、えー、っと、日本は自民党だけではなくって、えー、その立憲民主も国民民主も維新も賛成党も。うん、<laughs> 賛成党もっていうのが面白いけどな。ああ賛成党って、あの当選したのって党首の神谷さんしかおらんからな。あれはもともとなんていうのえもともとなんていうのっていうの あのー、そこからスタートしてんじゃない <laughs> もしかして何、サンセトは実は統一教会のとかで、いや、そんなことはさすがにないんないいんじゃないのないんじゃないのほとんど一致してるでしょ。うん自民党とすらなんかほとんど一致してるなと思うけど、サンセトに関してはもうなんか。まあでもな、まあンセ党はちょっと今日はまだ、うん、私は。<laughs> ツイート以上のことはですね、そこまでは細かくわからないんですけども、あの立憲民主6人ってやばくないこれそれやばい。ああ誰,誰なんや、立憲民主党で。<laughs> で、<誰>泉健太さんは、あれその6人のうち1人だったらどうしますえー、党首が一人だんですか <laughs> 嘘やろうもうどうしようよでもおかしいやうんこれ例えばナ原さんの投資だったらさ重にかかってやってるよねこれ、えー、ちなみにですね新聞赤旗記事を送りましたはい立憲民主党がですね、えー、与党だった頃2010年1月5日 統一教会民主に接近集団結婚参加者が選挙応援おうお<ー>おうおおおこれ民主党が与党だった頃ですよお<う>おおあらやってんねややっぱやってんねやねあ あーすごいね。そうで、もうこの段階で従来の自民党とのパイプに加え、民主党の国会地方議員への、えー、接近があの顕著であるとうん書いてあるけど、うーん、そう。えで、なんだって、あのやり方としては、えー、議員や候補者が当選、まあ選挙でね、ありがとうっていうふうにあの、まあ、手伝ってくれて、えー さららに秘書も提供してくれたらですね、えーえー、議員や候補者が当選後に課せられるのは韓国での修練会に参加することや教会への便宜を図ることほう外国での犯罪歴で、えー、日本国入国が禁止されている文鮮明が92年に特例入国できたのは金丸自民党副総裁が当時法務省に口利きをしたからこの時他に6人の自民党議員が協力あらー私も そんな大物までそ大でちょっとっっちょったらそのルスさんはあれでしょ大沢さんの先生みたいな人えっちゃうのいやでも一応田中角栄系列いや大沢さん田中角栄ですよそうよねうんなんかちょっと怖くなってきたね だって立憲、うん、民主党なんてさ、絶対国葬反対するやろうと思ったら、なんか厳粛に行われるものだから見守りたいとかっつって。いや、怖っ、これ、<laughs> 衝撃的やもうだから社会<れ>社民党とか共産党以外は、はい、もう、え統一教会食い込まれてるってことじゃないの知らん間に。 いやわからんけどね。何を考えてそんな国葬に反対しているのか、うん、全くわからない。やっぱ金村氏の弟子やん、うん、小沢さんは。うん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 。うん。ちょっとひょっとするとこの食い込まれてる人か小沢さんったらどうする。ええへへへへへへ。<laughs> <laughs> てんてんてん。<laughs> <laughs> ちゃんちゃんちゃん。<laughs> もう海洋サスペンス劇場ですよ。それ。<laughs> ちなみにあの共産党はゼロな理由っていうのはちょっと復習しておくとですねもともと統一教会っていうのは、えー、あの韓国で生まれたまあ新興宗教なんだけどもあパク・チョンヒだったかな、うん、あの16年ぐらい大統領続けたまあ、でアメリカからあのー、すごい応援を受けて反共産主義の砦として、まあ、韓国でも活動する人たちとして まあ、大統領とその宗教っていうのが選ばれたわけですよで、その時に日本っていうのも、えー、安倍晋三の,あのおじいさんである岸信介がアメリカから支援を受けてえ自民党を作り反共産主義の砦として、まあ、あの国際勝共連合という文鮮明が作った政治団体統一教会とね一緒に、まあ、ご,ちごちょごちょごちょや,やり続けてきたからこれで共産党が逆に統一教会 に金もらってたら世界も平和になったもんだっていう。<laughs> うん、<laughs> 世界も平和になったもんだって感じなんだけど、なんかね。<ー>今回の件です。ごく思うのは、あのソ連が崩壊して、中国が資本主義化した後に、あの反共の砦反共産主義の砦たちがですね。<ー>なんかあの組織を維持するために暴走してる感じがすごいする。冷戦の後、冷戦終了後。 どこにあのんんの何が共産主義って共産主義って今どこにある <laughs> 北朝鮮 <laughs> 北朝鮮は共産主義国家なんかなああれあ<ー><う>キューバーキューバだけどそれもさフィデル・カストロなくなっちゃったからねだいぶ変わってきたよあれも中国を共産主義というのはただのギャグですよねいやそんなああれれはどうかでもあれは 資本主義でございます。なんで、どこにあるんだああロシア日本じゃない。日本 <laughs> <laughs> すごい共産主義っぽいよ。あーあー、まあ確かにね。いやー。えご、ー、ま。は、怖いんですけど、どうしたらいいですか とりあえずだから、その、統一教会、やばい、エブイ勘弁してっていう空気が、ちょっと広がりつつありますよね。で、テレビが始め、そのさ、いやの特定の団体、思い込んでるだけ、思い込んでるだけ、特定の宗教団体でございますっていうふうに。 試し、ね、に持っ思い込んでる、思い込んでる、犯人が思い込んでるって言ってたのがさ、ちょっとぐらいかけ合ったかもしれないけど、そんなの普通ですよ。<laughs> <laughs> だんだん交代してるじゃないですか。だんだんしてる、うんで。それで徐々にあのテレビとかね、うん、新聞にも、うん、徐々に出るようになってきましたよね。この傾向どれまで維持できるかにかかってる。 だと思うよ今回の件、ちゃんチャンスは。まあ、そうだろうね、今回、統一教会の問題がきちんと周知されるかどうかっていうのが、えー、もう日本の、うん、まあ、ある意味で、まず、統一教会、えぐいよね、うんうん、やばいよね、うん、なんで放置されてたの、うん、という疑問を抱く人が、うんまあ、 何人かどんどん増えていけばそうそうでそれが増えていったときに、うん、でそれでそのこのこのほぼ日に出ているようなんですね、うん、こ票が票が減らっていって、うんうん、<laughs> これ自民党れしてんのみたいなことに、うん、なればですね、うん、こう一つの肝なんだけど、うん 岸田さんがこれにどれぐらい関わってるかがポイントになってくるんですあー岸田文雄さんがドイツ協会にどこまで絡んでいるかうーん,うん、うん、でもし岸田さんがそれかからんでないんだったら非常に大きなチャンスなんですよねそうねもう安倍派を一網打尽っていう感じで、ね。<ー>うん。そうそうでそれでその まあこれ最も極端なシナリオですけどうん、うん、統一教会が、まあ、これはあのもう本当に大問題だと安倍安倍首相をね、うん、その弔う意味でそのきっかけのとこの関係をやっぱりきちんとしないと、うんうん、許さないっ,って、うん、岸田さんが言い出したらとするじゃないですかそれでその徹底的に調べる うん、ってなったらですね、実はもう徹底的に調べられてるんだと思うんですようんうん、うん、調べ済みでしょう、もう。警察はね、うんで。で、そうしたらそ、そのそれをその出すよ、出すよ、出しよ、出すよ,出よって言うとですね、うん、あの困る人たちはですね、うん、出してみ出してみろ、出してみてかる出らてみろ、出しですね。うん。 ーんお許しくださいってなるからどう田様お許しをって <laughs> <laughs> まあどっちでもいいじゃん,うん、うん、どっちでもいいんだけどどうせお許しをとか言ってるやつ口出しや口だけやからこの際統一教会と関係していった議員は、うん、もう公認してないと、うん、いう方針を出すはいなるほどここに少しでも関係のあった議員はうん 原則公認しないとすげえなるほどいい方針を出したとしましょうそうするとですねあの岸田さんに都合の悪い自民党の議員さんたちはほとんど次の選挙に出られなくなるわけですよそうなるねうんそこでですね解散するんですなるほどそりゃもう岸田宏池会が天下を取るみたいな こっ <laughs> ちのルートです、ね、<laughs> うんまあなんか少なくとも、はい、えっとあれ日本の、えー、統一教会そして統一教会関連だ政治団体の勝共連合 <laughs> この2つを見るとですね憲法 <laughs> 改正とかっていうふうにこう言ってですね で、うんえっと、同性婚反対、LGBT、ケシからーみたいな感じでやってますから、うん、まあ、うん、そちらが平和になるんじゃないだそれ、平和かどうかは、とて、うん、もいいところですよ、岸田さんは。うんうんうん。岸田さんにとっては、だから、権力いっか、うん、確立できるかどうかですね、今のところ、まあ、ほとんど権力と言えるようなものじゃなかったですね。確かに。 うん。だそこを権力を握るという感が、これ菅林はどっちなんやろうね。菅林どっちなんやろうな。絡んでんの絡んでないの菅義偉前総理大臣。うん。ここポイントですね。うん。菅さんが絡んでなかったら、うん をたきつけてそっちに行くっていうありやねーあり言んだけど、うん、菅さんが絡んでいたらうんちょっとめんどくさいですねうん菅さんが絡んでたら <laughs> 多分統一教会あぶり出しルートは潰されてしまうんじゃないんでしょうか, <laughs> んかねっ微妙ですけどじゃあねよねあんまり絡んでないちゃうかまなんかうんまあでもこの俺泉さんのさ うん、やっぱ不気味だよ、うん、不気味ですねまあでもねあのー、えっ、ー、と泉さんはインターネットではなくテレビを見てるんじゃないですはい、うん、インターネット見てないのテレビ見てるんちゃうあそう,あそ,うでその国民がですね、うん、あの悼、ー、むうん 痛む方安倍総理を痛む気持ちがものすごく強いんだ、うん、ここで余計なことを言ったら反発と食らってしまうとか怖い怖いってテレビ見てたら思うんじゃない、うん、あそうやっぱこのきとりあえず泉健太首で終わりました泉健太終わり健太終了はいもう泉は終わりました そうすると、今のところ統一教会に関連していなくって、なおかつ、えー、っと、国葬反対って言ってる政党って、令和新選組ぐらいやな。いしや共産党うんああ、あと共産党へね、この2つ。2> 社民党も大丈夫ちゃうあ、そうか、社民党も大丈夫か。じゃあ、えー、っと、強、れ、社政権。いや、無理か、ちょっと、少なすぎるだ。<laughs> すごいね、この統一教会っていうのが、うん、この。なんか岸信介の家にあったんでしょ、最初、の商連合つの岸信介の家ね、安倍晋三のおじいちゃんのところに、勝共連合っていう、うん、あ,あの統一教会の創始者が作った政治団体の住所があったって、な <laughs> んやそれっていうのは、<laughs> 一体かよっていう。 うん、自民党作った人がもうすでに一体化してたっていうそうそうそうじゃあこれはもうあーきついきついなうん、うん、ここがねどうなんですかね岸田さんそんなこと考えるのおみそあんのかなない

会見してたけど、被害総額1237億円やで。分かってるだけでね。分かってるだけで。で、ワシントン・ポストにですね、あの、えぐい記事が載っていてですね、それによると、なんと、統一教会の資金源、7割、うん、日本です。要するに、献金の、 7割はジャパンなんですよ日本人が一番カモにされとんねん。なぜちょろいのえ、だから、それはあの動画でも説明したけど、うちらは宗教に対する、あの、免疫がないんです。<laughs> コロナの前に、すでにカルトに感染しててうちら。もうちょっといろいろありえます。<laughs> ハウアベアンドジャパンビカム、えー、バイタルトゥームーンズ、えー、ユニフィケーションチャーチこれ統一協会のことですけどまあまあしょうがないねそのそういう権力者がサポートしてるのね、うんうん、いやこれなかの子せめてせめて創価学会とかにやられた方がまだましやんそれやったもう私も創価学会の新聞政教新聞に取材しますっていうふうに言われたことあるけどね はい、いつですかそれは,それはえっとまだ安富さんとかがひとつき万冊に出てない頃なので自己啓発カルト集バリバリのひとつき万冊だった時代ですよ <laughs>、うん、なんでそういう時にうあの市民さんのシェア素晴らしい YouTube を見て感銘しましたぜひ政教新聞」に出てくださいつきましては「一面カラーで」っていうふうに言われるんですよああ で俺何でなんですかんでなんですかで、これちゃんと理由があって、広告営業なのかなって思ったら、金くれんねんうん。何年、何年、何をしたいで、なんか制限あんのって、池田大作先生、パッと、人間隠れてたただとかっていうふうに言わなあかんのですかっていうふうに聞いたら、そんなことないですって言われるのよ。うん。で、つまり、これかなり怖いことだけども、その当時、私が、いろいろ調べました。 どういうふうな人が乗ってるのか、私に声がかかるっていうことは、はい、もしかして、自己啓発系の人たちいっぱい乗ってんちゃうかって。<ー>調べたらいっぱい乗ってんのよ、著名な自己啓発系の人たちが。で、<ー>こういう、でさ、あのそういうところってさ、自己啓発カルトって、あの一個一個、小さいカルト集団になってるじゃないですか、カルト集団みたいな、えーで。それのほら ひとつき万冊協の京都清水有子様も<れ>、政教新聞出てるよっていうふうに言って、だんだん勧誘を取り込んでいく。怖くない信者を取り込もうという。そう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 。それうっかり出たら信者を持ってかれてそうですか。わしのひとつき万冊カルトの島原好きか、ボケー政教新聞なんかに乗るか、金もらってもお断りじゃーいっていうふうには断りませんでしたけども。あの あのお金をもらって取材されるということは、それは私、新聞という形ではないと思いますので、今回に関しましては、読書家としての信念を優先するためにも、ご辞退させていただきたいと思います。っていうふうに言いました。私、<や>第三文明出てますよ。いや、あなたは別に権威、二回ぐらい、権威利用付けられただけでしょ、それは。<laughs> 私の出た第三文明。うんうん 2012年5月、2回ぐらいで参加しないけど、うん、5月5日ですね。うん、他に出てる人たち、うん、すごいよ。<う>山口二郎お。おお。おお。茂木健一郎はまあいいとして。おお<う>。<laughs> 山口二郎なんか連載してんの。え、山口二郎、なるほど。おうん。憲法学二宮清ん。 ああとかなんか、<ー>とりあめっちゃ、野球広しとかす、あ<ー>みんな早くやる、雨宮かりんとか出てる<ー> <laughs> <laughs> いや、だからこういうのを見て、またもそうだなというふうに思って、池田大作さんの教えが、だから入り口なんですよ、これは、入り口。<laughs> 利用されてるの利用されてる。安さんも利用されちゃった、ね、うかーあー。この頃はまだ上、ね、ウッパーで。なんか懐かしい。 <laughs> いやいや,いや、上杉隆さんはメ,メディア作ってる側にったら出た赤いやろって思うけど、村木厚子さんもね、村木さん出てるやん、厚、ね、労省。まあ、何でも呼ばれた出るでしょう。っていう感じで、最初はこういうふうに入ってくるわけです。うん、最初のこういうのこの、ね、こ私のって一緒に出てるのは、あの、あのなんていうか、新、新、春曲、うん、何さんやったっけ、こ、ね、んな読み 祝玉っていうなんて審査しゅ凄さシンスロうんまあというのをこなんかやってやたらさよってくっだからこういうふうにやると最悪はな <laughs> にベラルっていう人たちにも取り込めていくわけです <laughs> 取り込めるというさすがですねああいうことですからこれは公明校総括会の人にうん あのの虐虐待の話よ、うん、虐待話吹き込んだると思って出たんですけどねいや無理です無理ですそういうのも <laughs> 無理かコロッと利用されますからコロッと怖いんだからか怖いな怖いな怖いな怖い怖いかかなかいな怖かったねと、うん、いうわけで、えー、先に言うとくとえちょっと待ってすみさん俺とすみさんの、はい、公明党創価学会政教新聞系あったけど俺は誓って統一教会系には声かけられてないからね 大丈夫ですか大丈夫だと思うけど <laughs>、講演した団体が統一教会の実は裏で統一,統一教会だったとかな、なってたらどうしよう。うん、でしかもさ、彼らはチームでやってくるから、うん、例えば、あのそういうカルト系とか新興宗教系のに乗るとするじゃん、金もらえるからもう、まあ、いいよって乗るとするじゃん。 でそうすると、いやー、うん、あの記事見ましたよ、清水さんってすごい面白い人ですね、うッフみたいだ、ウッのか、はい、私、に創価学会とか何も知らないんですけど、えー、あの記事だけはなんか偶然目に止まっちゃって、ぜひお会いしたい、うっふんンみたいな感じでこう、かわいこちゃんが寄ってきたりするんですよ。<laughs> 怖いわ、怖いわ、全然寄ってけへんかったよ。<laughs> あー、まあま効果、不効果。効福不効いやでも、狙い定めたらチームで、そうやって襲いかかってくるよ。狙い定めたら。はいはいはい。狙われなかったのね。狙われなかったよかったよね。多分ぶっちゃけ、一番、あの、PV が少なかったんじゃないですかね。<laughs> <laughs> そういうこと。そういうこと。<laughs> 残念ながら。はい。<laughs> まあでもよかったかちょっと、ねね、狙ってるの、創価学会の勧誘を狙っていたのがばれたんじゃないん <laughs> いや、そんな、<laughs> それは安富さん、ちょっとね、あの宗教甘く見すぎですよ。そんなんすか、前提てるーいや、しかしまあ、でまあそういうふうに、その安倍晋三がね、あの小泉内閣で官房長官やって、 えー、創価学会やなかった統一教会への捜査をストップさせたっていうことからもう15年ぐらい経ってもうこんなにも中枢に入り込んで、ね、恐ろしいねいるのね,ああだ,よねだってそ安倍晋三がさ散々利用してるわけなんで、うんうん、ー周りにいる自民党の議員とかそれはお世話になるよ、うん、なるなるもうただで一生送り込んでるってのはこれすごいポイントだなと思ってうん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  前々からずっと繰り,繰,り繰り返し繰り返し繰り返しもう耳にたコが出るぐらい言ってるけど、うん、日本がこんなにダメダメなのは政治家を孤立させてるからです、うん、そうね日本の政治家は誰もからもどんな有名な政治家も孤立無援なんですよ、うんうん、孤立無援じゃないのは c さんぐらいね <laughs> 共産党とは別よ <laughs> 共産党とは別だねうんうん共党とは組織があるんだけど、うんうん 共産党以外の人は、ですね全員孤立無援なんですよ。うん、悲しいな。で、選挙するにしても、うん、政治活動するにしても、ですね、うん、誰も助けてくれない。うん、は基本。うん、だから、ちょっとでも助けてくれる人がいたら、その人に頼らざるをえないんです。うんすね、そういう砂漠状態があるのね。うんうん その砂漠状態に統一教会があどうぞどうぞ本当にもう何でもいいんですそんなあのちょっとあのとりあえずお手伝いしたいってとか言ってさその無料で人とか送り込んできてくれたら頼るよね頼らざる得ないありがたいわ統一教会さんありがたいわってで意外といい人だよ意外といい人面白いねってっていう感じでそれがなんか「あの週刊現代」 すごい懐かしいんですけども、この、この頃はすごかったんだなっていうのがですね、前も安富さんに送ったかもしれないけど、えー、公安極秘資料入手スクープ現職国会議員128人の商協連合統一協会関係度リスト。128人っすよ、この段階で。1999年でやで。もう。 その段階でそんだけ聞いてなたら <laughs> ほとんどちゃっか前からずっとそうやからな、ね。はあ,あ。ああ。うん。<laughs> もう、ちゅうわけで、なかなかこれは。うん。高村外相ってのが分かるよな。もともと弁護士で統一教会のスパイバー引き受けてしてるやつだよね。高村さんね。はいはいはい、違った 高,高村信やったっけ正信さんじゃなかったっけな、うん、そう、記憶違いだったらいけないから、します、うん、はいじゃあちょっと待ってね、でここにですね、えー、統一教会はと勝共連合は友好団体というふうに書いてあってですね、まあ、ここに高村っていう人が左上に載っているんですが、でこれをですねあの日韓現代、これ、えー、昨日の日韓現代か。 音次ああによると、うんえー、高村、この人だって、自民党副総裁もやっていた人、大、うん、大門ですよ。黄門。で、これかしたら、だから、岸、田の代わりになったかもしれないそうですよ。いやー、で、この高村外務大臣は、統一教会の、いいですか、統一教会の代理人だったわけですよ。うん。で、裁判の記録も残っていると。で、統一教会霊感商法の元締めである、ハッピーワールドという会社。 ここから、えー、380万円のセドリックを提供。セドリックって何車車,車、うん。で、それが,が、えー、NHK に出てえ、ってことは NHK も、あーもう怖い。これが,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 が、日本はサタンが違いするやの国になっている。<laughs> いやだからこれさあもう本当にあの浄土真宗とか浄土宗とか曹洞宗とかさ既存仏教がちょっともうちょっと気合い入れとよお前らって思うん、もうちょっと政治に食い込んでもうちょ政治に食い込んで悔 <laughs> <を>しいそういうところたらよかったのに、ね、でちゃんと仏教をさあもうまあでも前も話なんですけど敗仏帰釈で痛い目見たからな。うん いやこれさ、これ統一教会とズブズブやで。この人。で、えー、この高村さんはですね、三浦瑠麗さん、我らが三浦瑠麗さんと国家の矛盾という単断本を書かれてるんですよ。で、三浦瑠麗さんも、なんかあの統一教会イコール安倍晋三みたいなふうに言えることに関しては否定的じゃないですか。 この人もこの人もそうなのかねうん三浦さん自身がそうなのかもね。あまりにもだってさ、根拠なくこの人出てきすぎじゃないあ、まあ確かに、うんで。根拠なく出てくる人ってさ、俺、うん、らいに例えばだから、即発会の人が支援してるとかや、うん。うん。うん、あるやん。うん。そうね。 ダイレクトに娘先生が金もらって、そうなくてます。うん,うん。うらりゅさん、が本を出すと。なぜか、統一教会の人たちが本を買ってくるみたいな関係とか、あったりするか,かもしれない。学会員が、統一教会の皆さん、ひと月万冊の、安富さんの四万円の本を買ってください。ぜん、ね。全、ね、国に行けますよって。ね、<laughs> 何学会でも行くから。そう、学会でも。どうで,でもいいよ。それは。メシアの最短である。<laughs> そういう感じで売るか <laughs> ね。ねなんかそういうビジネスマーケティングは成立してしまってとかいうことも、でも、とにかその、そのぐらいやって聞きかねない勢いじゃないですか。さに、ね、そのつもりが全然ないのに、うん、なんかサポートしてもらってしまってるみたいなことが続いたらさ、なんかその、ふざけんな、僕やめようん、な、うんだこの統一教会とかって言いにくくなるよね。うん そうああ、あ<ー>なんか分かんないけどね、でもその安倍さんとあんだけ結びついったら、やっぱりなんか、いやー、や関係でいられんのあと東洋経済がこんなのを出してますね、ツイッターで。会社指揮法、業界地図デジタル、新業界追加中。 安倍政権と宗教団体、業界地図、国内宗教団体を無料公開してます。<laughs> ここにデカデカと、あの、世界平和統一家庭連合、第4次安倍政、安倍か再改造内閣と宗教団体っていうところに、ボロで名前が。ああ、いや、これちょっと東洋経済、拠魂たくましいね。素晴らしい。 そのツイート、え、あの三日前ですよ、これ。あ <laughs>。だから。だから東洋経済が。出てるよていや、勝機が来た、無料公開しちゃう。っつって、うちの本、ね、て,ってっつって、やってんで。で。宗教団体の。わかりやすいじゃないですか。関わりがあるのは。安倍晋三。麻生太郎だ。高市早苗だ。萩をだな、加藤勝信だ。ロックのやつおらんだ。これ。<laughs> すごいね。 無料公開と菅義偉ああ統一教会入ったちょっと菅義偉統一教会やったらきついなぁそれとさっきのシナリオは消えましたねうんでも関わりのある団体どこまで関わってるかによるけどねうんこれはちなみにそのやばい坊と関わってない人がいないじゃないですか <laughs> まあそれはもうそう,いうもうそういう国になっちゃったんだよ日本は。 正直、俺今回のけとはそうかがかがが一番マシやなって <laughs> まだあの <laughs> ちゃんと堂々与党として連立組んでいるから<だ>あんまり悪くできんから <laughs> できへんもね <laughs> まだマシなんだっていう <laughs> まだ選挙に勝つぐらいしかできへんやいや,こいや恐ろしい。やべえなあかんなこれ あがんよで、なんかあの、この、えー、就職指揮法、東洋経済無料公開中っていうところにですね、なんかあの、世界平和家庭統一連合とかっていうのも、とかもあの載ってますね。ちゃんと、キリスト教系ですと。ね、事業規模比較とかっていうの。二条城ど <laughs> あ,あなるほど、うん、そう考えると、えー、統一教会は信者数は56万人いだ相当絞ってんやろうな過激なんやねこれは、うん、<laughs> なんかちょっとこれ面白い企業一覧ランキングっていうところそうそうそう1位パーフェクトリバティー PL 教団上昇 PL 教団っていうのはなんか面白くってうん 後継者の今のはなんかあの教祖が、うん、教祖って教祖の息子かなんかが、親父大嫌いで、うん、親父がやってたこと全部やめちゃったらしいですよ、ね。ああ<ー>。東大れかなんか、なか、なたかそんかなんで。なるほど、ね。で、それで、今とかも全然せえから、急速に、あの、勢力が衰えてた。<laughs> <laughs> <laughs> 親子、お、ちょっとはは反抗してんのね。親子親子関係っていうどこか親子関係ってまあまあ、でもほら、幸福の科学も、 <laughs> あの息子に違反されてるし、世界統一平和家庭連合の旧統一教会のパンクチュアリっていうところに分派してるから、まあ、結局、うん、まあ、あの難しいね、難しい。うんだからー p ル学園ってめっちゃ強かったやんか。あれもう、こ<球>んなことすんなってことになっちまったやって、一存でなるほど。<laughs> びっくりしたなんかすなんかなんか急に大阪にいるとですね、うん、めちゃくちゃ存在感があるんですよ PL っていうの花火もすごいしねうん、うん、ところがなんかあの急になんか目立たないなみたいな感じになって、うん、しかしななんかそう考えると何下手すると創価学会が一番マシ ハハハかんだ。あハハこの人亡くなってるなくなってる何がでやこの3代目の東大理学部卒業したパーフェクト・リバティお。2代目競争3代目競争うんえ二2年前に急に十3歳とか亡くなりになってますねビックリやすみませんちょっと大阪にいると思うけどやな というわけで、えっ、ー、と、驚きの、創価学会が一番マシだったあ、まあでも考えてみまう。トヨタ自動車とはどっちがマシかって言ったら、え、トヨタトヨタ自動車と創価学会とどっちがマシなんですかね。いや、それはまあ一応、えっ、ー、と、トヨタの方がマシちゃうの。ダメなんだ <laughs>。ダメなんだ。ダメなそうなんやろね。うん、住友銀行とかと、どっちがマシかな。 あーきついなこれなんかもういや泉さんの反応が不気味すぎるよいやもう不気味すぎるわ、うん、もう多分別にこれテレビ見てて、うん、あのなんかあの何かあの電球車が走ってるところに人がわーッとと言って盛り上が,らがってさ <laughs> ああいう様子と見てこれは国民の願いはこちらだと思ったじゃないですか違うんだな違うんだな実は安富さん テレビなんか見てないんですよ、<う>ちょっと今から送るツイートを見てください。はいどうですか <laughs> これを見てくれよ、これを<お>なんと言ってるんですテレビじゃないんです。<laughs> なんと大阪代表代行も一緒にわざわざ昨夜の通夜に参列した以外に霊柩ゅ車官邸前国会通過する際にわざわざ出てちゃんとやってるのよだからああ<ー>なんかもううんまあまあ国会の前通っていくんやったら部屋からパンパンっていうわけにいかんから出てきゃったん,じゃんいやでもも昨夜の通夜にも行って もいだからまあ野党も、くるめて。ちなみにどうなんですかのうんちなみに共産党のチーさんがどないしはったや国葬反対してますよ。それはいいとして。C 代表 ?C 代表はその国会の前を通るときに、ふざけんなボケとか言って、おととい来いみたいなことを言うわけはないっそういうことはないよねいいい さすがにだい、それは。<laughs> うん、あ、なんかでも、まあ、とりあえず共産党がそにそういうツイートは出てないな、C さんは安倍氏国葬に反対とは言ってるんですけど、なんていうか、えじゃあ、えっと、統一教会けしからん、国際勝共連合けしからん、日本を取り戻せって言ったときに、ええー、れる一番大きい組織が創価学会か。 共うなんかもううんどうなってんのこの国はも <laughs> えー、へへ怖いなもうなんかあの話が絶望しすぎて乗らんからなんかおもろいこと言ってよやすみさんもう疲れたもう俺これいやあのあの,あのな写真を見てさなんか霊きゅ車が走っているうんうん,なんかね写真の様子が変なんですよ ど,ううこどっか出てない<え>安倍晋三を霊きゅうしたど,ど,どういうことよその変なのっていう写真の様子がね立ってみてなんか変だったんですよいやまああのなんかあんまお葬式感なかったようんでそのね何が変ならこれ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 うれ、んうん、うん。どれやどれやこのツイッこのツイットとかのさうん、うん、さっきのあのー、えっ、ー、とみさんはまあ 一応、手を合わせていたじゃないですか。これ、うね、この写真の人たちは何をしてるんですかね。うん、ハイル・ヒトラーってやってるのかと思ったんですよ、私はあ。分かる、分かる、分かる。これ、あの BBC にも報道されてるんです、これ。<laughs> そう。はい。これ、ロイター通信が撮った写真なんでね。こか国際的に <laughs>、ね、あの流れてるんですよ。このアングルの写真は。<ー>これ、だから、あの正直、えー、っと、<laughs> なんていうか <laughs>。 おおおあの日本って仏教を一応仏教 <laughs> いや一,一応あのお亡くなりで買った方が通りするときには頭を下げたり手を合わせたりするんじゃないんですかね？阿弥陀仏ってこうあーってやったりとかあのお辞儀したりとかするのに<ー>なんかみんなでねこれやってる修学者の一番多いのはですね、うん、スマホで撮影してるんですよ。で規模 見せ物やないかいかこれ一番多いのがああで次にね手をたたえている人がいっぱいいるんですそう拍手してる霊き車に拍手してるんですよああ次手は万歳してる人がいるああ手を振ってるバン万歳とかしてる人がいてえっと 手,を合,わ手を合わせてるねが合わせだけでもこれはひょっとすると拍手してる手が、拍手してる瞬間がこう、そう手を合わせるように見えてるだけなのかもしれない、な少なくともですね、うん、目を伏せてる人がいないんですええー、おじちょっとかっ、あ一人いる、一人いる、一番、これね、ちょっと、えー、っと、私がロイターの元の写真を送りましたけど。 ええ、一番左側の T、黒い T。頭黄色<う>頭,頭ピンク。人だけ頭ピンクの人だけ。<laughs> これは明らかに、やすみさん。はい。あの、あこの日本人だ。これ日本人だよ。これ日本人だ。<laughs> このピンク色の頭をした人、これは明らかに日本人です。これは。<laughs> <laughs> ちょっとギャグなんですかこれ。あ <laughs> ね、他なんかだって、えな、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 な,んなん、あその、そのピンクの横の人を手をしてるようも見るるけど、目が向いてるんですよ。そうそうそう。拍手なんじゃんいや。興味本位。うん、だから、本当にお亡くなりになった方に対する態度、いや、だって、ちょっとあの、えっと、 この景観とかいるあたりちょっと異常だよねこれちょっと拡大これしてみるとこれアイドルが通る瞬間なのかっていう感じじゃないですかみんなうわー安倍さーんみたいなそう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 生きてっても死んでても関係ないねっこれあの少なくとも戦前で大正天皇とか お亡くなりになって、これや。いや、それはありえんよ。逮捕ですよ、全員、これ。エ <laughs> イプ経済みたいな。経済やってこれ。だからこそ、これがなんか。死亡の死を遂げた方に対する態度かっていう、よだって、俺ですら。あの。この動画でね、安倍さんがお亡くなりになった時に。いや、安倍晋三さんがお亡くなりになってしまいました。まずは、ご冥福をお祈りします。うん。 っていうふうにやってから動画始めましたよ。これ、この浮かれ具合何や、何や何やというわけで、えっとこうやって、こうやってる人は、ピンク色の髪染めた兄ちゃんだっけや,いや、この人ね、<laughs> この人がちゃんとした人やね。うんこの人はちゃんとし,した人 でしたねおいや、これ見てなんかね、ってロイターの記事はなんて言ってんですか、マジコビって書いてるやっぱりえ、あ、これはあの、安倍晋三、これ、BB、ロイターの,あの写真を使って、BBC、ブリティッシュブロードキャスティング、琵琶湖放送じゃなくてね、イギリスの国連放送なんですけど、うんうん、まあ、普通ですよ、安倍晋三首相の葬儀、最後のおかわりに市民も集うっていうだけで。 <laughs> みんな達成しとんなとかそういうの書いてないです、ね。うん、そういうことは <laughs>、えー、車が通過した沿道では、えー、頭を下げて祈る人や涙を流す人、阿部さんありがとうさようならと大きく声をかける人がいた。どこにいんだよみ <laughs> たいな感じあ頭をかくそめた人が一人いた。<laughs> <laughs> <laughs> お,お,おええー、なんですけど、これ。 始めたからこれね、あ、ああいう人らみてい手を上げて送っとくっいていや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 見たらみんな手にスマホがあるの見てですね。ちょっとショックを受けたんですけど。ちょっとあの、やっぱ仏教が不甲斐ないんですよ。仏教が。仏教が不甲斐ないよ。だってさ、みんなさ、あの、なんむらむっていうのはただいね、浄土真宗親鸞様の。 教えね、うん、で創価学会の壺とか買ったら1,000万とかするんですよ。それで救われるかどうかわからへんんだけど。あじゃあ創価学会ゃごめん統一教会。はい、ああ<ー>、うん。ちゃんと浄土真偽生阿弥陀仏っていうのがねあのー、一番お手軽にリーズナブルにこれでちゃんと救いを感じられるから「あ生阿だ陀仏生阿弥と思いちょっとハードなのがしたいなーっていうふうに思ったら、えー、密教系に行くとか。 そういうそう風にですねあの仏教でちゃってやっていけばねそこの免疫が切れちゃったんだろうなあやばいなでも考えてみたら、うん、そこらへんの問題って結構大きいんだろうなでそれで知らん間にもう統一教会とかに支配されてしもたっていう。 ちゅうわけで、うん、この葬儀への感覚を見るにあたって、もはや日本には宗教心は消えうせたな。うんあの元内閣総理大臣の死で、しかも教団に倒れたような人ですら、消費物として扱っているね。そう,そう、はい、コンテンツコンテンテツバズるぞ、これはって<い>書いてする。 いやーなんかもうというわけでい、えー、人のだそのなんていうか検証するわけでもないわけですよねそのなぜなくなったのかとか単に消費するすごいねあいよねーでそして、えー、テレビでは NHK にはあのまあ言ってみりゃ 商教連合とかそう、えー、統一教会からお金とかもらってたと思われる自民党系議員とか、そういう人たちがいっぱい出てきて、コメントしちゃっていうで、あと三浦瑠麗さんが別にあの統一教会と絡んでるっていうのは、直接信者だとかそういう意味じゃないからね、なんか知らない間にそうやって誘導されてないかっていう心配ですよ、うん、むしろ。でも多分、多分、多分、多の多分、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 その多分、多分、多分、ね、多分、うん、多分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 、多 やっぱり三浦さんがやっぱりすごいように出てきたのはその安倍,安倍政権との関係とかそ、その暗黙の後押しは非常に大きかったわけです大きかったやろうなで、その中に、その安倍さんを後押ししていたその、うん、統一教会の人たちは入ってないのかっていうふうに考えると、入ってるよね。<laughs> でよく言われるのが、いや、私は信者じゃないですいやいや、信者じゃなくて、も関係してたらやばいでしょ、それ、ひとつき万札が、いや、そのオウム真理教の機関紙には載ったり、まあちょっと知り合いはいるけど、でも俺、信者じゃないからって言って、みんな見るか、うちの番組、<laughs> おかしいよ、うん、いやだから、ちょっとそれは、ちょっと今回を機に、でも安倍さんが抑えてたものが、これでバコって外れてるわけだから、 こういうものも含めて一気にドバーって出るかどうかこれちょっと見ないとあのごまかし方向に行ったら手がつけられなくなりますよっていうことでえこの状況はもう少しねあの見ていきたいなというふうに思いますというわけでうちの番組あのカンパ波で成り立っているんでね是非あのカンパーよろしくねっていうことでチャンネル登録といいねよろしく今日もどう